はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今回は神奈川県大和市の泉の森までやってきました。普段ですね、自分が走るコースとしては10キロぐらい走りたいよというところにはここまで来て、土の公園内をぐるぐると回るコースをいつも走っております。でこのチャンネルではですね、ランニングの魅力だったりとか、ランニングを始める上でどういった服装とか、どういうコース走ればいいのかな、あとは普段走られている方もちょっとマンネリ化してしまって、ランニング続けたいけどどうすればいいなって思った時に、こういった普段の走るコースをちょっとおしゃれに撮っている映像とかで少し走るモチベーションを上げていただければと思い、こういう動画を配信しております。で普段走るコースも何気なく走っていても、季節が変わると花だったりとか、また日の出方とか、そういった形で走るコースが少しずつ変わってくるっていうのにも感じられると思います。なので普段いつも走ってるコースをちょっとですね、普段とは違った視点で見てあげると、いろんな花が咲いていたりとか、それこそ空気が違ったりとか、寒さが違ったり、一緒に走ってる人が違ったり、いろんなことに気づく魅力があるランニングだと思います。少し何を見てるか途中で分からなくなってしまったんですが、だんだんこれから暖かくなるにつれて、いろんな花と、桜とかですね、咲いてくると思います。この泉の森でも先ほどの映像にもあったように、少し梅の花がつぼみだったりとかがだんだん咲き始めていたりとか、それだけでもちょっとこう気分が上がってですね、少しずつ春の装いを、感じられると思います。はい、ということで今回は神奈川県大和市の泉の森公園にやってきました。ぜひ皆さんもこれからランニングを始める方とか、普段走られている方、何かお気に入りのランニングコースだったりを見つけていただくと良いかと思います。少し信号が少なくて、なるべく車通りの少ないところとか、どうしても都心とか走るときには信号もあって、それから車通りも多いよというところには、近くの公園を見つけてその中をぐるぐる回るでもいいですし、例えば河川敷とか、ちょっとした公園、例えば駒沢公園とか、それから代々木公園とか、そういったところにちょっと行って、ロッカーに荷物を置いて走ってっていうような、皇居もそうですね、皇居もそうなんですけれども、そういった形で工夫をすれば、しっかりと距離を取れたりとか、他にもですね、走っているランナーの方いるので、自分も負けないよと走るモチベーションにもなるかと思います。はい、なのでぜひ、お気に入りのコースを見つけて走っていただくと、より、ランニングを続けられる、一つの、ヒントになるかもしれません。はい、自分もですね、日々自宅の周りとかを走っているんですけども、その中でも新しいコースをちょっと見つけたりとか、あとは普段走り慣れているコースであれば、そこを少しちょっと早い時間で走ってこようとか、いろんなこう工夫ができるので、工夫次第で何倍も何十倍も楽しめるランニングをですね、ぜひ皆様に魅力をお届けできればと思います。これからまた暖かくなってくるので、体を動かしたいなという方が増えるかと思います。ぜひいろんな自分が出している動画のですね、風景などを見ながら走るモチベーションにしていただければと思います。はい、ではこれからもですね、少しずついろんな動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。